の会始めるよ。起立。ちびつぶりだよ。プリンだよ。ビバビバばあさんじゃ。おうちで朝の会は県内の小学生のみんなと一緒に作る番組じゃ。テレビとインターネットでお届けするよ。この番組を見て元気に一日を始めようね。それではおうちで朝の会の校長先生をお呼びするぞい。やすの校長先生のやすのおっさんやで。早速今朝も早口言葉でお目覚ますね。滋賀の早口言葉、大津市北小松の早口言葉。北小松に来た子全く来たことなかった子。北小松に来た子全く来たことなかった子。それでは行ってみましょう。ちびつぶりくん。はい。北小松に来た子全く来たことなかった子。タコ松に来た子全く来たことなかった子。テレビの前の皆さんもご一緒に。タコ松に来た子全く来たことなかった子。タコ松に来た子全く来たことなかった子。学校始まったらみんなで言ってみてね。お次はお友達へ応援メッセージのコーナーじゃ。今日はなんと愛称町立越川小学校の先生たちからのメッセージが届いたぞ。それでは行ってみよう。越川小学校のみんな、ちびちょっと長いお休みだけどが頑張る時や、は笑って会える日を待ってます。元気が出るメッセージありがとうね。みんなもお家でスマホで撮って送ってね。必ず保護者の方が投稿しておくれ。宛先、注意事項はこちら。よろしくな。次は安のおっさんおにぎり食堂プレゼンツ、おにぎり漫画ふわふわやろう。鮭くんの弱点。鮭くんは硬派で人気者。でも一つ弱点があって、いろんな女子おにぎりたちに、いや、その褒められすぎて心をほぐされると、頭の鮭がめっちゃほぐれちゃう。ほぐしすぎ注意。おうちで朝の会は小学生のみんなの投稿をお待ちしています。宛先はこちら。また見て。